密ね。うん。ミルちゃんとアカネ、二人だけの秘密。約束。うん。約束。ユービキニ現場。嘘ついたら針千本のーます。ユービキニあ絶対だよ。うん。絶対。約束。よ、二人ともなんか楽しそうじゃん。何話してんだよ。あ、ふたしくん。ふたし、ちょうどいいところに。ちょうどいいところ？ミルちゃん、あんたのこと好きなんだってさ。え？球技大会でサッカーしてるとこ見て、好きになっちゃったらしいよ。え？あ、ごめん、これ、言っちゃダメなやつだった。誰にも言わないでね。秘密ね。いや、口軽る。時すでに遅し、口ものすごく軽し。え、なんで？二人だけの秘密や言うたよな。貴様の方から指切り系満仕掛けてきたよな。あれですか？針が主食の方ですか？針線も飲みたくてわざとやってますか？そうじゃないとしたら、何なんですか？ちょ、え、マジ？いや、あの、その。うん、マジマジ。え？だって、ミルちゃんさ、フトシのこと好きすぎて、カバンの中に盗聴器仕掛けてんだって。はえ？フトシの部屋での独り言とか聞いて楽しんでるんだってさ。あ、これ言っちゃダメなやつだ。アカネ、口固いからさ、ごめん、なかったことに。できないよ。全部言い切ってるもん。そして、かる。口かる。ここで私はふと疑問に思った。口が固いとは言うが、口が柔らかいとは言わない。口が軽いと言うが、口が重いはあまり聞かない。それはなぜなのか？まあどうでもいいけどね。あまりの衝撃に現実逃避したわ。え？何この状況？実は私すでに死んでて、ここは地獄ですか？ちょ、は？何？ミルちゃんが俺のこと盗聴してるってこと？終わったよ。さらば私の儚き声。輝かしき青春よ。うん、そうだよ。お前が答えるな、アホめ。マジかよ。最高じゃん。え？ほんとなんだね、あんたの兵器。そこまで知ってるのかよ。うん、あんた盗聴され癖あんでしょ？盗聴され癖あんだよな、ふとしくん。盗聴し始めて知ったんだよな。夜中、独り言でよくつぶやいてたんだよな。盗聴されてーって。ねじ曲がった性癖者も、盗聴盗撮こそあれど、盗聴され者は聞かないもんね。自分のあれこれを聞かれたいって露出系の系譜なのかな。一つ確かなことは、盗聴したい私との相性はバッチリってことなんだよね。おっと、これ絶対言っちゃいけないやつだけど、彼女とか好きな人とかいるのか気になってるってさ。いないよ。いないんだ。よしよし！ついでに絶対言っちゃいけないって言われたけど、クリスマスとか予定あんの？ないよ。ない！よしよし！だったらさ、ミルちゃんと、おっと、これ絶対言っちゃいけないやつだった！ごめん、忘れて。なんで？ここまで来てなんで？もう言っちゃえよ。さっきまでの口の軽さはどうした？言えよ。私がふとしくんとクリスマス一緒にお出かけしたいって言ってたって言っちゃえよ。もう今更秘密保持契約もクソもないだろうがよ。だいたいよ、どうせ弁護士だって医者だって家族には話してるよ。言ってないよ。え、なに？ミルちゃんと？いや、アカネの口からは絶対言えない。二人だけの秘密だからさ。どの口が言ったんだよ。ちょっとアカネちゃん。ん？もう大丈夫だよ。大丈夫？何が？ほら、あの、秘密保持契約。あれ、なしでいいよ。言っちゃっていいってこと？うん。全部言っちゃって。ふとし。一応許可降りたから言うけど、ミルちゃんの銀行口座の暗証番号は514。ちょいちょい。何してんの？ミルちゃんの銀行口座の暗証番号を教えてる。なんで？言っていいって言ったじゃん。違うじゃん。私がいいって言ったのは、私がふとしくんとクリスマスに一緒にお出かけしたいって言ってたよっていうのを言ってもいいって言ったのであって、銀行の暗証番号を言ってもいいなんて言ってないよ、私。俺とクリスマスにお出かけ？あ、いや、その今のは。俺でよければぜひ。俺でよければぜひ。なんかわからんけど奇跡起きた。アカネちゃんの口の軽さが甘い展開を連れてきてくれた。口の軽さシュークリームかよ。やーい。ちょっと待って。どうしたの？なんでアカネちゃん私の銀行口座の暗証番号知ってるの？ごめん。これ絶対言わないつもりだったんだけど。実はアカネね、ミルちゃんのこと3ヶ月前から盗撮してたんだよね。そんな、それって。うん。ぜひともだね。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。モンテールのプチシュー美味しい。また次の動画で。